皆さんこんにちは。過去3度のオリンピックに出場し、個人総合2連覇を含む7つのメダルを獲得、日本を代表する体操選手といえば内村航平さんでしょう。そんなスーパーアスリートの内村航平さんは2012年11月11日に内村千穂さんと結婚をしています。その奥様は何やらギャル時代があったとか、略奪婚だとか、出しゃばりだとか、様々な噂が語られています。今回はそのあたりの噂の真相について解明すべく調べてみました。内村航平さんの奥様内村千穂さんはギャル系肉食女子だったという話があります。内村航平さんの嫁にギャル時代があったなんて記事がよく出ているのですが、一体なぜそんなことが言われるようになったのでしょうか。実はこれ、当時結婚した時の関係者へのインタビュー記事とその時に出てきた3枚の画像が理由になっています。まず内村航平さんが結婚した時に関係者の方へのインタビュー記事が世間に出ました。そして同時期にネットに内村航平の嫁の画像と言われるものが3枚出てきました。ですがこれらの女性たちは内村千穂さんかどうかわからないのです。ちなみにご本人は現在メディアに出ていますし、画像もあります。先ほどの3枚の女性と比べて似ているような、でも全然違うような、そんな写真です。結婚して時間が経ったから変わったのではないかということもありますが、今回はそうとも言い切れません。調べると確かにこの3枚の画像が出ます。しかしもうちょっと調べるとこの女性は別人だとも出てくるのです。嘘なのか本当なのか判断できません。ちなみにパッと見た時に、なんか別人じゃないかと感じる人も少なくないようです。ただ内村航平の嫁はギャルだったと話題になる理由は以上のような背景があったわけです。次に内村航平の嫁で検索すると出てくるのが略奪婚というキーワードです。こちらもネットで調べるとたくさん関連するものが出てきます。では内村千穂さんとの結婚は略奪婚なのかどうか、3つのポイントを押さえていきたいと思います。ポイントの1つ目は奥様の馴れ初めです。この略奪婚の真相を知るにはまず2人の馴れ初めを知る必要があります。馴れ初めは当時内村航平さんはすでに大学を卒業していたので、共通の知人に飲み会をセッティングしてもらい、その飲み会で出会ったそうです。お付き合いが始まったのが2011年10月くらいです。ただ内村航平さんはその飲み会以前には交際していた女性がいました。ポイントの2つ目は家族公認で交際していた女性がいます。名前は岡部咲子さんと言います。実は岡部咲子さんも体操の選手で、2008年北京オリンピックの頃から約4年間内村航平さんと交際していました。この時お二人の関係は世間も公認でしたし、家族ぐるみの付き合いがあったらしく、誰しもがああ二人はいつか結婚するんだろうななんて思っていました。ただ2012年ロンドンオリンピックに集中したいとのことで、2011年の夏くらいから少し距離を置いたそうです。ここまでで岡部咲子さんとのお付き合いはざっくり2011年の夏までと見られています。そして内村千穂さんとは2011年の10月から交際が始まったとされています。この夏から10月までの微妙な期間が世間に変な誤解を与えたのではないかと思われます。ポイントの3つ目は授かり婚であるということです。この3つのポイントが混ざって世間に略奪婚という噂を作らせてしまったのでしょう。ただファンの間では内村航平の嫁は略奪ではないと伝わっています。疎遠になってからのアプローチなので、そのタイミングが絶妙だったのではないかと思われます。タイミングがバッチリだっただけではというような反応もネット上では見受けられます。今度は内村千穂さんは出しゃばりだと言われているそうです。ギャル時代がとか略奪婚がとかいろいろと噂され、さらに出しゃばりとか言われているのですが、それは一体なぜでしょう。なんやら手厳しい意見も多いようです。ただ本人が率先してメディアへ出演しているわけではなく、一時は内村航平さんより多くメディアに出てきたので、そう見えてしまっているのでしょう。旦那さんが有名人で馴れ初めが略奪とか噂され、しかも本人が美人でインタビューにも応じてくれるとなったら、メディアも無視はできないでしょう。
そんな内村千穂さんですが、大学は内村航平さんと同じ日本体育大学体操部に在籍していました。学年は一つ下の後輩です。ちなみにタレントの田中理恵さんも同じ日本体育大学出身で、内村千穂さんとは3年上の先輩にあたります。2人が注目されたのは2009年8月20日から22日に群馬県群馬アリーナで行われた第63回全日本学生体操競技選手権大会の時です。内村航平さんが3年生の時、内村千穂さんが2年生の時です。この時の大会の成績は日本体育大学が男女ともに1位でした。男子個人の部は頭一つ抜けて内村航平さんが1位になっています。ちなみに内村千穂さんは個人総合で16位という結果でした。結果としてはいまいちな気がしますが、翌年の第64回全日本学生体操競技選手権大会で開花します。内村千穂さんが通っていた高校は福井県にある鯖江高校で、そこの体操部に在籍していました。さらに鯖江体操スクールという体操の名門塾にも通っていたそうです。千葉県出身の内村千穂さんですが、本格的に体操を続けるために入学した高校でした。さて、そんな内村千穂さんと結婚した内村航平さんですが、内村航平さんのお母さん内村修子と内村千穂さんとの間に何やら不穏な噂が流れているといいます。いわゆる嫁姑問題があるそうです。2人の様子を一つ挙げるとしたら2016年のリオオリンピックでしょう。この時の妻内村千穂さんと母内村修子さんの2人を見ると分かりやすいそうです。この時内村航平さんは五輪史上44年ぶりに体操個人総合で2連覇を果たしました。でも実際に2人がいた場所はというと、妻と母で全然場所が違いました。なんと妻の内村千穂さんは日本で応援し、母の内村修子さんはリオの現地で応援していたのです。普通であれば家族一緒に応援するはずだと周りは見ていましたが、そうではありませんでした。ただ当時この嫁姑問題もちょっとずつ評価していたそうです。さて2022年1月11日、体操界のレジェンド内村航平さんが現役引退すると発表しました。現役引退の大きな理由となったのは全身の関節痛のようです。内村航平さんは2018年頃から全身の関節痛、特に肩に悩まされていて、五輪後には顎の痛みでハンバーガーが食べられない状態になっていました。顎の痛みでハンバーガー食えない、口開けると顎が外れちゃうというほど。内村航平さんの引退を決断させた全身の関節痛とはどのようなものなのか、病名についても調べてみました。内村航平さんの関節痛の病名については不明ですが、ネット上には病気について様々な憶測が流れています。主なものはこちらです。慢性関節リウマチ、繊維筋痛症、顎関節症、慢性疼痛です。実際に現在の内村航平さんにどのような症状があるのか調べてみました。肩の痛み、股関節の痛み、顎の痛みと関節痛が全身に及んでいるのが分かります。内村航平さんは少なくとも2018年の秋頃から全身関節痛に悩まされていたようです。2019年時点のインタビューですでに首から下は全部痛いと話していました。首から下が全部痛いという悲劇的な状態で体操を続けていたのも衝撃です。もちろん病院にも通っていて、2019年の1年間に肩に打った注射は100本を超えたそうです。2021年8月の東京オリンピックの直後には顎の痛みについて報じられました。内村航平さん本人が顎が外れたような、歯を食いしばれないと語っています。体操は関節や筋肉を酷使する競技のため故障する選手が多いですが、体操とは関係ない顎まで痛むとはただごとではありません。そんな病気と戦う中、体操界のレジェンド内村航平さんが引退し、妻との離婚、別居が報じられました。ところで内村航平さんの収入について気になるファンは多いようです。年収について調べてみました。以前はスポンサーについてもらってスポンサー料をもらうことでそれが収入となっていました。具体的に内村航平さんの年収はいくらだったのでしょうか。また引退後の収入はどうなるのか調べてみました。内村航平さんは日体大卒業後
コナミスポーツクラブに入社しました。コナミスポーツの一般社員の年収は初年度から5年目まで350万円から400万円ほどです。内村航平さんは世界的な体操選手で広告塔なのでボーナスがついていました。プラス大会で報奨金を取っていました。コナミスポーツ時代の年収は8000万円と言われています。内村航平さんはプロに転向するとスポーツコンサルティングジャパンに所属しました。そこでスポンサーを集めて年収が大幅にアップしました。2020年までの3年間で数億円に上ると見られています。今後の年収はどうなるのでしょうか。スポンサー料、年収です。離婚騒動でスポンサーが減ってしまう可能性があります。また CM は好感度命です。内村航平さんは好感度 100% でしたが、今後の評判はどうなるのか未知数です。いかがだったでしょうか。今回は体操界のレジェンド内村航平さんの家族について、病気や年収について見ていきました。引退の原因と言われている全身の痛みについて調べてみました。長期間過酷な痛みに耐えながら戦ってこられたのは本当に超人的なメンタルかと言えるでしょう。これまでの体操界への功績とともに尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです。ネット上の声も、無理せずにとにかく今は休んでほしいというのが大半の意見のようです。関節の痛みが一日も早く収まってくれるのを願うばかりです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。